審査はしてたよ。ずっとね、離れて見ているといろいろ分かる。枠にはまらない規格外の個性が。じゃあ行こう、一緒にスター枠を目指そう。本気なの？星の空の生み出した第一歩、まぶしい場所へ飛ぶように、明日の何か用があったんじゃねえのか。その星谷君が。母さん、何度も言ってるけど、兄さんの授賞式に俺が行く必要なんか。器用に死ぬほど生きてやった心の真空に染める。夢を諦める方法なんて知らない。